クの実が増えてからめっきり海鮮食べてないな。海鮮が食べたいんや。はい、どうもポンポンです。最近宅飲みになってから海鮮系の動画がガクンと減ったんですけど、やっぱし食べたいなと思っていろいろ調べてたら、今 SNS でバズってるウニ丼っていうのがあるらしくて、お店に行ってみないとその日はウニ丼が販売されてるかどうかはわからないんですけど、私の運試しのためにも早速行ってきます。ございません。ウニがなかったら違うものをテイクアウトしようと思ってたんですけど、今日は運があったみたい。大阪の西田鍋の駅から徒歩すぐの場所にある食越堂さんで購入してきました。この豪華さで999円って、失礼いたしました。早速あれと一緒にいただきます。ご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。よく冷えてる。乾杯じゃなくて乾杯の低い方でお願いしますというコメントをいただいたので、今日は低いバージョンで行かせていただきました。それでは良い子の皆さん、手を合わせていただきます。いただきます。ということでこちらもついてます。そしてご飯もぎっしり。まずはウニをそのままいただきたいと思います。ちょ待って、何これ、めちゃくちゃ甘い。美味しい。まだ一口食べただけやからな、もう一回食べな。なうまい。正直999円だったんで大丈夫かなと思ってたんですけど、めちゃくちゃ濃厚で口どけがすごい。飲んで食べます。食越堂さん、美味しい。これ家で食べれちゃいますか。そら SNS でバズるわ。食越堂さんのことはその SNS で初めて知ったんですけど、これまでに動画でご紹介した天下茶屋と阿倍野区にある坂戸家さんと同じ系列らしいんですよ。通りでメニューの中にパンドラの箱があったりとか、こういう新鮮な海鮮があるわけですね。ごちそうさまでした。本日は西田鍋
ナイキから徒歩すぐの場所にある食越堂さんのウニ丼をテイクアウトしていただきました。ウニ丼以外にもうなぎの丸々一本はみ出たお弁当があったりとか、海鮮が豊富に載ったパンドラの箱があったり、今日は何やろうなっていう感じで楽しみにお店に行ってみてもいいかなと思います。ぜひ皆様も食越堂さんのテイクアウト行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。